おはようございます。バイクのローゼの深夜です。はい、今日はですね、熊本編3日目です。今日はですね、バイク人祭りですね。今会場にいるんですけれども、設営の準備が着々と進んでおります。そこがステージかな。今ね、コーヒー飲んで会場の下見をしております。まあ、ちょっとね、今日も会場の様子を、はい、いろいろと撮影したり MC の仕事をしたり、そんな感じで、はい、今日もやっていこうかなと思います。さあ、会場1時間前ぐらいかな今。着々とね、準備が進んできております。こっちは試乗会ですね。今日ね、結構メーカーさんの試乗とかあったりするんで、来場者さんもね、相当楽しめるんじゃないかなと思います ね。オープニングトークが終わりましたもうね、もうあれよあれよとウォーミングアップスタートからのオープニングトークっていう。ブースにね、お客さんたくさんで、ステージもね、今もんちゃんが話をしております。で、こっち側ですね、試乗ブース、試乗者のね、受付なんですけども、めちゃくちゃ人いますね。やっぱね、みんなバイク乗りたいよね。すっげえ、さっきね、ステージで見ててもね、やっぱ多いんですよ。こっちのね、入り口に近い方のブースも、ハーレーとか、ドゥカティ、こっちホンダか、が出てますね。でね、こっちにね、すごい美味しそうなね、ご飯があるんですよ。地元飯。削りいちごって何よ。肉巻きおにぎり。あ、九州はね、飯うまいからね。負荷っていうのは結構変わってきてると思うんですけど、まあ、昔のバイクは全然わかんないんですけど、元通からまあどんどんその電制御は一気に進化して、まあ、よりなんていうんですかね、筋力だけではなく、はい、そういう体幹だったり、まあ、あとはそういう、そうですね、電制御に頼らないといけない部分も正直あるので、あそこまでの、驚異的なバイクになると、はい、さっきですね、中上選手にお会いした、もうお会いしたっていうか、まあ、なんて言うんだろうな、まあ、ご一緒の演させてもらったんですけども、なんかね、すごい緊張して応援してますしか言えなかったです。オーラすごかった。話は、まあ、NT01 でスタートして、15年ぐらいですかね。はい、鼓動の旅は、その今こう、なんでしょうね、地球が躍動するような、はい、そういったものをテーマに平さんに旅をスタートしてほしいなんていうね、きっかけがあったというふうに、編集局長プロデューサーのノムの最近アップされてたコラムで私も見たところ、さあ、あれやこれやとやってきまして、ついに最後のじゃんけん大会のお時間です。これからね、みんなでじゃんけんのお時間ですよ。もんちゃん、じゃんけんってやついいな、俺もいいな、じゃんけんってやつ。うお、花ちゃん、お、そしてじゃんけん魔人、魔人のいいな、じゃんけんってやつ。俺も来年はきっとなんかあるね、あるといいな。それじゃあ行ってきます。はい、バイク人祭り熊本終了しました。この4人の MC でやらせていただきました。本当にもうありがとうございました。前回北海道でちょっと涙ぐんだシーンがありましたけど、今回はやりきった感が、はい、アドバイスをいっぱいもらったんで、はい、おかげさまで本当に無事に取り切ることができました。で、明日はアテンドツアーでマイクさんと一緒に回るという感じなので、明日はですね、朝のツーリング編をお届けできると思います。終わったー。すんげー疲れた。でもね、やりきりましたよ。今ね、乗ってるバイクはですね、ホンダの CB1000R です。明日のアテンドツアーに使うんで、そのピックアップです。もう昨日もね、もんちゃんにいっぱいアドバイスもらって、で、今日は真人さんにアドバイスもらって、またね、来年も呼んでもらえるように、頑張んなきゃなと
思いました。まあ、てなわけでね、明日のアテネツアーも楽しんでいこうかなと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。バイクのローゼの深夜でした。それでは普通に集合場所にね向かってるだけなんですけど、ハハハハ。